純金でねみされた高価な潮のことこらはああ陶器師の手で作られた土の壺の,のように見なされているちのみこの下は乾いて歌後につき 幼子たちがパンを求めてもそれを咲いて彼らにやるものはない。ごちそうを食べていたものは道,道端でしどれくれないの頃もで育てられたものは大肥をかき集めるようになった。今日は花レムラント大会です。今日祝いの挨拶をもう もうう回やりましょう主はあなたを愛し,ている愛していると言います。主はあなたを愛してます。主は神様があなたを愛します。神様はあなたを暗闇の中でそのまま置いていけ,ますいけない。信じますかとても恵み の賛美、感謝します。今日恵みの中で本当に神様が私を愛する愛しているそれが確認される日になることを祈ります。今日の題目は緊急なレブラント運動です。 私たちに永遠な使役があるとしたら何でしょうか霊的な次世代を建てるのが永遠な使役ですまずは皆様まが次世代とつながっていない生活だったらそれは神様と神様の祝福と 限りがないあ祝福とあの感じることがないそんな生活と言える,言えるでしょう本当に神様の祝福の中にいるものだったらレムラントに対したスケジュールが皆様にあるべきです 聖書で一番重要に言っているのが契約です。その契約を説明することを見せていることがあります。それが次世代レムラントに対した約束です。だったら主の祝福と 関係があろうとすれば、皆様の心に次世代に対したスケジュールがなければなりません。世の中にも成功した人と成功できなかった人との差があります。あの次世代を立てるかそうできないかの差です。 ちょっと前に立つ企業でも彼らたちが持っているスローガンがあります。人材をエリットを探して育てようという。ハーバード大学校でエリットを立てているそれを資料を見たらそのお金が27兆のお金でした。の教育に 本当に前立っている国がだ何かといえばユダ,ヤユダヤ人です、イスラエル。彼らの次世代の大したスケジュールの中で政治意識があります。その政治式の中ではあ必ず専門家を子どもたちにつくことです。それで 幼い時から専門家を通して、うん、親たちが共に育てていくことですアメリカはとても兄弟局でしょうそこに全世界150の国から入って一国になっているのがアメリカですそこで一番 重要に持って思っているのが何でしょうか。それは本当に国籍にかかわらずエリートを探すことです。ヨーロッパにはあんまり学校でお金をっ受けないんです。どんな国のエリートでも勉強をしようとすればそれができる。 そんな環境を作っている,いるんですそれが兄弟曲です肉的にあのエリートを探して立てるのにも本当にいいそんなにしているのに永遠な地域である霊的な子どもを立てるのにどんな祈りの課題を私たちを心,心に込めるのがいいかそれをちょっと考えてみましょう。 ある面では本当に私たちが次世代を正しく立てることに全教会が総動員さしてオールインしなければならないと思いますなぜでしょうか次世代は神様の願いの中にいるものだからそうです。次世代は教会未来を 未来に責任を取るものです当たり前に正しい信仰生活に導かれる者たちは次世代に対した心と祈りがあるべきです。だったら今次世代に対した祈りをするためには今の世界がどんなに動く 動いているかそれをよく分からなければなりません。もうすでに手遅れているかもしれません。で、今日重要な契約をできると遅れて遅れたんじゃなく神様は重要な契約で答えを与えると思います。昨日私たちはレムラント大会 レムラント教育局に対教育で一人レムラントに一人のレムラントに対した相談がありましたそれ私参加して子供たちのタラントについて発表することを見ながら本当にレムラントはレムラントだとそんな考えになりました そ,それで本当にレムラントは神様が育てているという結論を出しました私たちが考えられないいろんな部分がレムナントにありますそれは当たり前のことでしょう当たりの数寸になったらいけないでしょうそれで神様がこの時代をおいてレムナントたちをいろんな方面で訓練を させていたださせてい、えー、っていっます<ー>午後の時間にあの全体のレブラントたちの作品を見せてくると思いますけど私は昨日そこに 参加しながら一人の子どもが自分がやっている運動に対して映像を出したことを見ましたその子を私本当に小さい時から分かっている子ですでその子が今どんな運動をしているか分からないからそれが見せられないからそれを映像で見せたんですそれを 見る瞬間、私はああ、そうだねという思いが思いになりました。それで終わってその親に話したんです。私が感じたことを本当にあの子に合う運動を探したねと。 皆さんもよく分からないいと思います私はその子を赤ちゃんの時からずっと見たんだから運動をベッチしてみて子どもがそれを育てたことを見てああそうだねと本当にそんな感じでした。それで分かった私たちはよく分からないんですけど私の子,子らが自分のタラントを探して 育てていますそれで私は、うん、見ながら私たちの子どものレムラントの中でどんな子たちが育てられるかそれでその子どもたちの教育に全教会がオー応ンしなければならない。今のち世代は 間違った文化と理念思想で子どもたちが何が正しいか分からな,からなくあの光られています。生生ままれてて間違った文化の中に生きていますそれが創世石3章と6章と11章の文化の中で生まれてその文化の中で育てられています。 それで間違った思想と理念が子どもたちの学校勉強の中で入っていって大学の現場に行ってみたらそのままあのお合ってないそんな理念に合ってそこに落ちてしまうことそれをよく見ます。全世界は 本当に今理念の戦争です文化の戦争右か左かのその戦争戦争もそれによってあの起きております。どんな人が戦争を逃げているかそれでそのダミーが国民がそこに光られているんです。 で間違った文化と理念と思想で子どもたちが寄せない時からその歴史的な問題に落ちてしまうんですそれで子どもたちが本当にこもっています右往左往しています自由法あの自分だけを 分かっているそんな思想でまた全世界がどんな国でも民族主義について話しています兄弟局もそうです民族主義をであの客観性がない その民族主義が問題だけど民族主義その時代が悪いとは言えないんです。でも全世界が客観性がないそんな民族主義で戦争が起きたりしています。誰が言っても今の時代はグローバル時代です。イスラエルの民が237初めから237 あーの思想を神様が与えたんですけどそれを悟らなかったのに次世代は今本当に続国になっています今の私の国もそうでしょうどんな面でもうーんなんとあーペダル民族といって で昔のそんんなな思想が今は全然ないんです神,神,神様が私の国を祝福して今全世界からダ民族が入っています。新聞でこの頃あのフィリピンでも<あ>家の手伝いの人として100名以上の 女の人たたちが入りましたこんな時代的な流れで私の子どもたちがどんな人物にどんな人に人で育て,育てられたらいいかそれを考えなければならないんです。また今この時代では間違った団体の活動が本当にありますこの中心にアメリカとヨーロッパを中心として3団体の運動。 3団体は何でしょうか ?UAG、フリーメイソン、ユダヤ人の組織です。その3団体が今何をやっていますかネフィリム運動をやっていま,ます。事実、それは絶身の運動です。本当にそれでものすごい人物を作っています。今 本当に影響力が強い。そのレネフィリム運動を通って力を出しています。ネフィリム運動をしている人たちが作った談合がメイソ運動です。そのメイソ運動を通って、えー、大,い大きい力を持っています。 で大勢の人々が騙されていますエリトの子どもたちもそれ行けば行くほど精神的な問題が来るはずで理解,理解できない霊的な問題が来ています。 それで全世界で麻薬とか土木賭博淫乱の犯罪集団が起きています。そんな集団,集団が子どもたちを利用しているものです問題は。それで本当にエリートたちがそこに落ちているんです。先週皆さん見たでしょうニュースで。 ソウル大学、ユンセイ高陵大学、今の本当に偉い大学の学生たちがホテルのスイートルームで集まってパーティーをやっているのに、それが麻薬のパーーティーですそこ,で、えー、そ,のそこに続いてくる問題がどんな問題でしょうか。で、頭があるから、会室の大学と集まってあの、麻薬を販売しているんです。 深刻に、今、今の韓国の現場で起きられている問題です。その現場に私たちの子供があると。どうなるでしょうか。そんなことが今の現場に起きられています。大勢の人々だが、成功に向かって、熱心に、頑張っていますけど、成功を知っています。だったら。 で成功した,した以後いろんな問題特に中毒の問題がついてくるんですそれが今の次世代が向かっている道です今はそこに、えー、なっていないけど今から来る問題ですそれがだったら私たちはどんなどんな部分で考えて、ー 努力ししなななければならないでしょうか悟ったら答えを受けます私たちは教会が何をやっているかを正しく分かって悟ると創世記4章1節から20節に見たらカインのように宗教を教えたらいけません。 ただ、教会は福音だけ教えなければなりません。本当にキリストの福音だけ教えると、そこにすべてがついてきます。福音を言うべきな教会が福音を言わないと、それが堕落です。また、教会は創世期、 37節1節から11節にある通りヨセプの兄たちはただ肉的なことに関心があ,ありました。私たちの姿がそううじゃないでしょうかヨセプがあお父さんから認められることを本当に出たって。 47節1節にお父さんが兄たちより彼をもっと愛することを見て憎んでヨセフの兄たちは全部憎的なことに関心がありましたそれでイスラエルの民は奴隷になるべきでした それが創世石3章に見たらイスラエルの民が奴隷になった時神様はあのモセを準備して出エジプトさ,れたんですさせたんです。私たちが福音を 本当に持っているのがどんな祝福であるか分からなければならないです。陸的にはちょっと足らないかもしれないけど、陸的なことを言っていること、それがどんな祝福であるか、それを分からなければならないません。そうじゃないと私たちの知生体は奴隷になってしまいます。自分と全然変わらない。ある日見たら奴隷になっているんです。福音のみ。 言うべきです。教会は宗教を言ってれ言ってらいけません。教会は礼的なことも重要なんですけど、それが強調されたらいけません。霊的な部分が伝えなければなりません。私たちの子世代に何を伝えるべきか、それが本当に重要です。私たちの本文今日の本文では本当になってなってはならないそんなことが。 ありました。金が、金が曇り、そんなことがあるでしょうかそれでまた何と言っていますかちのみこの舌が乾いて、上顎につき、また幼い子たち、あ、うん。 幼子たちがパンを求めていてもそれを去りて彼らにやるものがないとどんなにあの口が変わってそれが上それが上顎に突きついたとそれは霊的なとても重要な話ですそれその張本人が私だったら どううなるでしょうか私たちはよく知っていると思いますけど私たちの子,子供の舌があの上,上顎についたらそれで私たちは本当にレムラントの刺激をよく分かってそこに横輪しなければなりません。<使徒 S 1> 2章40 主と一緒よ六節にイスラエルのために国を再興してくださるんじゃないでしょうかと。復員を逃して霊的な祝福を言わないから私の子供たちが奴隷になり、女国になるべきです。皆様 今の教会はどうですか。今の教会はどうですか。キリスト人がキリストキリスト,リスト人たちがあの急に減っています。あるあ,ある牧師さんの探した資料には韓国の 教団の中で一番大きな教団でハプトン教頭の教団がありますけど毎年その教団で毎年教団の教会の数について資料を出していますけど総会をすればそれの数の増え,増えとか増えるとか減るとかに関して資料 資料を発表していますけど何年かの間に120万の教人が減っています一年3千の教会が門を閉めていますアメリカもそうです毎年本当に教会の門が閉めていますそれで教会が食堂で また、見せて変わっていることについて話しています2030年2030年。2030年になると、アメリカの教会が10万の教会が門を閉めると。皆様もそんな資料に。 ついいて見た方もあると思います韓国とアメリカの教会の今の状況についてあの2030年になったらアメリカの10万の教会が門を閉めると予想しています。なんとか脱宗教 本当に若い青年たちが教会から出ています宗教に関心がなくなって韓国はどうですか私たちが金土日時代について話していますけどみんなあの人に一つになって教会が金土日に集中するべきです。 今の韓国の教会も水曜日の礼拝と金曜日の礼拝がなくなった教会が多いんです。で,で,でいろんな祈り会がありますけどそれが水曜礼拝金曜祈り会がなくなった教会が本当に今多くなっています。 サンデースクールも 50%70% 以上が集まっていないそれは教会の中に子どもがないということです全局的に学信礼拝をして意外に驚,いた驚きました私はもちろん子どもが 生まれていないからもそうなんですけどでも本当に子供に対した私益がないんです私益者もなく私益がないんですほとんどたくさんの教会がそんな事情になっています もう今からもっとひどくなるでしょうだったら教会は今の教会に教会がいらないと考えられるほど教会は否定的な認識を持っています。教会は本当に世の中の光であるんですけど実際は教会があの世の中にそむっているようなそんな 教会がなぜそんなになったでしょうかプログラムがなくてそんなになりましたかいい この問題を解決するのは福福音音だけけでですすどそののが教会の中でなくなっていますこの事実を分かって皆さんがここに座っていることを分かると皆様が本当に大きなことをなっていないけど皆さんのために皆様の現場が生かされているでしょう。それで私の教会あなたの教会というそんなことは本当に。 ダメです私の子どもあなたの子どもも必要じゃないんです。全教会が一つになってレム,のレムラントを育てなければならないんです。私たちの永遠な刺激は次世代を建てるそれじゃなければ今から教会は希望がないんです。それで次世代が教会の未来です皆さんの未来です。 本当に祈らなければなりません。先週水曜日にお牧師さんのメッセージの中でよく知っている御言葉イザヤ5 9節21節5 9章21節,21節です。 これは彼らと結ぶ私の契約であると主は仰せられたあなたの上にある私の魂私があなたの口に置いた私の言葉はあなたの口からもあなたの子孫の口からも末の末の口からも今より今より年越えに離れない離れない,れないそんなにしなければなりません。 このものすごい祝福の働きを準備させて主は私と皆様を花協会に呼びました」。2番目「どんなにあの緊急な使役でも今から始まったら始められるんです」「新しい始まりをしなさい」。 私自身もそう,そうだしレモラントたちも正しく福音に根を下ろすことをまた始めなければならないんですまず,私まず私たちの地政体と私たちが霊的な問題に合わ,合合わないように霊的な準備をしなければならないんです。 4つの,4つのもんおことが私たちにの寝おらさなければならないんです。一番初めのことはまたイ16章16節です。主はキリストで生ける神の子です。イエスがキリストである福音の働きが私たちの中に。 今日の朝にも言いました本当に知識のなかったペテロがその告白をしましたその時神様はペテロにどんな恵みを与えたんですか私を生かして教会を生かす祝福をなさいましたペテロを本当に岩だと私を岩にする,すると。 私の教会を立てるそれは教会を生かすということです。キリストを分かる者は私を生かす、教会を生かします。また暗闇の力が勝てない。世の中には地獄の権に力、サタンの力が必ず,必ずあります。その中でも私たちは必ず勝利することです。 まさか憂鬱の中にありますかまさか失敗の中にいますか必ずキリストの契約を握った者は勝利するそれを言っています。暗闇の力は勝てません 天国の鍵を私に与えてくださると私キリストの名で祈る時ビザの祝福が望みます私たちの祝福答えと全て成功の全ての働きはビザから与えられますそれで私たちはキリスト毎日根を下ろさなければなりません2番目そのキリストである証拠ての働きはから与えられますそれで私たちはキリスト毎日根を下さなければなりません番目そのキリストであるで 主は復活,さ復活しました。それで、また28節復活したイエス・キリストに出ています。それで、キリストは復活しました。その復活したキリストが私自身の中に寝下らさなければなりません。復活した今も私たちと共におられる。 聖霊で働いています。死と一緒一節から八節目に見えないけど今も働いている聖霊で働いているキリスト様また死と一緒二章一節から四十七まで実際教会と世の中を生かすキリスト。 その4つの4つの福音に対した部分が私たちに根下ろすとき私たちの霊的な部分が全部癒されます次世代にもそれが根下ろすように私たちしなければなりません私たちの全ての問題を解決したキリストその それで復活して今私たちと共におられるキリスト私と教会を生かすキリストそのことを私たちの子どもに本当に確人されるように寝下,す寝下ろすようにしなければならないんです。そののの時自分がが出ます未来に対して私たたちちレムランド 専門,性専門性を持つようにしなければなりません。金土日の時代に本当にしなければなりません。皆様よく見ているんですね。アメリカ、ヨーロッパ、金土日の時代になって教会がお弱い。 弱くなったんです。教会から離れてしまいます。あのなんとかの休みのため、教会から離れるから、韓国でもあの大体休みを日曜日を含んで。 それであの日曜日から月火とかのセンドウィッチのような休みはそれを集めて続いて休めるようにすると韓国でもシステムがそれで私たちの次世代はどんなになるでしょうか世の中の教育はそうなんですけど霊的な教育はどう,するどうすればいいでしょうか 本当に私たちが祈らなければならないこと、子どもたちのため、霊的なことをあの伝えるように、本当に福音を持って、私を生かすレム,レムラントになるように。 福音の祈りの中で世の中を生かすレムラントになれるように時代を生かすレムラントに立てられるように祈らなければなりませんその福音が出下ろす治るしばな出下ろされる出下ろすと本当に力が出ますポーグムチャチェ能力 福音その地帯が力で能力です。すべて信じる人たちに力を与えることだから。福音それが私たちには力です。能力です。どんな能力ですかどんな力ですか私を生かす力が福音の中にあります。 世の中を変わす力が、福音の中にいますあります。時代を生かす力が、福音の中にあります。それで、ちょっとでも祈られるようにしたらいいんです。24時間祈りで幸せなそれが伝えられると、自分を生かす力を持って世の中に出ます。 私たちがどんなにどう世の中を生かせますかどう世の中を超えられますか自分の力ではできません。それで25時間のビザの力を味わう時、そこから力が出ます。私たちを時代を生かせる。 永遠な祝福を与えてくださいました。それを置いて祈る時、世の中を生かす力を得られます。このレムラントの大会に出たメッセージ、リーダーの大会で出,出たメッセージです。祈り24、祈り25、祈り永遠。 それが私を生かす力で世の中を交わす力で時代を生かす力です。その祝福の中に入って。本当にこの時代を生かす。次世代に立てられるように、皆様を皆様の祈りを。集めてください。認めます。まとめます。力がないと思いますか？ キリストを信じたその瞬間与えられたんです。ちょっとでも祈ったらいいんです。神様の願いは人を生かすことです。神様の目標は私も生かされ、次世代が生かされることです。どう人を生かしますかどうできますか 私たちの力ではではきませんそれで神様が私たちに福音を与えてくださいましたその福音を握って祈りの中に入る時自信を生かし次世代を生かすそんな祝,福な祝福の答えが花教会に再び握られるそんな祝福があるように祈ります。 賛美して祈ります主,主よ私の生活の中で祈りの課題を見ましょうレムラント運動を心に含んだ伝道弟子の祈りです永遠の刺激である霊的な次世代を立てることに王臨できるようにしてください福音の不在の時代にダダの 福音で時代を生かす承人になれるようにしてください3番目祈りで私世の中時代を